はい、今回もドラクエウォークやっていこうと思います。はい、10キロジョギングをしてきたのでウォークモード解除していこうと思います。はい、今こちらの画面ですね。ウォークモードでロックがかかった状態になっておりまして、はい、ロックを解除しました。ということでウォークモードの方解除していきます。では行きます。はい、解除。はい、ということで、まあ、677匹、結構ね、たくさんの敵を倒しました。今のですね、踊る宝石のですね、はい、レアモンイベントの、まあ、シナリオをやっております。ということで、まあ、踊る宝石が1個ですね、まあ、意外と少ないですね。結構、たくさんね、倒したと思うんですけれど、まあ、それ以外、まあ、基本的にはね、もう全部、はい、真珠ポイント行きかなと思います。はい、というわけで次ですね。スカウトモンスター、スライム1体か。結構ね、スカウトモンスター倒したはずなんですけれど、まあ、全然仲間にならなかったっていうことですね。まあ、こういう時もあるかと思います。はい、この後ですね、金の卵が2個孵化します。というわけで、ちょっと楽しみに待ちましょう。はい、素質極みのキラーマシン、一匹狼、氷結乱撃持ちあたりが出てくると嬉しいんですけど、はい、スライムナイト、素質は言うということです。素質極みの、なんかいいモンスターが生まれるといいんですけど、まあどちらもね、素質は、言うでしたと。まあ、よくあることですね。はい。まあ気を取り直して、まあ次行きましょう。ということで、まあちょっと、まあ、ゴーレムと、まあ、ボーンナイトの、まあ、卵でも置いとこうかなと、はい、思います。はい、ということで、はい。そうです。あ、そうだ。ね、ちょっと訓練場見てなかったですけど、あれ、なんで、なんかお知らせの画面に、なったんですけれど、まあまあいいや、ちょっとよくわかんないですね。はい、はい。ちょっとね、訓練場ちょっと見てなかったので、見ておきましょう。はい、レベル1からレベル48まで、上がりました。全部ね、1万歩族をね、入れといたんですよね。というわけで、まあ、もうすぐね、レベル50になるところですね。はい。まあ、こんな感じです。ということで、まあ、あとは、アルクンデス W をですね、チェックしておこうと思います。はい。はい、7822歩、増えました。まあ、ジョギングね、10キロジョギングしてたんですけれど、まあ、3キロぐらいの時にですね、日付が変わったので、まあ、ジョギングとしてはね、残り7キロプラスアルファの歩数になります。7800ね。まあ、歩いた距離が6019ということで、まあ、ちょっと結構、まあ、ペースもね、ウォーキングではないペースでしたので、まあ、こんな距離換算になっていると思います。ということで、まあ、毎週2回恒例の10キロ走った後のウォークモード解除動画でございました。まあ以上になります。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。